皆さんこんにちは、ひとみちゃんの宇宙研究所 YouTube バージョンです。今日もご質問をいただいているので答えていきたいと思います。たくさんメッセージをいただいた中に質問が入っていたので、その質問の部分だけちょっと読もうと思うんですけど、これからの時代の占いやアカシックリーディングの使い方、受ける人もリーディングする人にとっても、これからの時代の使い方ですね。ひとみちゃんはアカシックリーディングのことをどう捉えているのか知りたいなと思いました。よろしくお願いしますということでした。はい、ありがとうございます。そうだね、まあ、これからの時代はアカシックリーディングっていうことが常識になっていくと思ってるので、常識になる前の面白いタイミングにリーディングしてると思っています。さっき動画撮って、もう一個違う動画撮って、そこで宇宙人とのコンタクトの話したんですけど、まあ、要はそういう宇宙とか宇宙人の話とかスピリチュアリティなことだったりとか、まあ、目に見えないものの世界みたいなことがこれから常識になっていきますよね。そんな中でアカシックレコードっていうのも、全ての人の私たちの要は知らされていく真実の大元は全てアカシックレコードの中にあるので、なんていうのかな、それがやっぱり当たり前になってくると思うんだよね。で、そういう当たり前で誰もがアクセスできるソースがあって、そこからみんながおのおの必要な情報を受け取れっていうのは、アカシックレコードだけじゃなくてあらゆるシステムもそうなってくると思っていて、例えばお金の仕組みだったり、ちょっと前にメルマガに書いてブロックチェーンはアカシックレコードと似てるっていう話書いたんだけど、まあそういうブロックチェーンだったりとか、お金だけじゃなくても物流システムだったりとか、全てのことがそういう仕組みに近しくなってくるんじゃないかなって思ったりしてます。で、その捉え方ですよね。でね、私はこれから大事になってくるのは、権威をそれぞれが自分に戻してくる、自分の力を自分に戻してくるっていうことがキーになるってすっごく思っています。で、どういうことかっていうと、まあアカシックリーディングとか占いとか、まあ、予言みたいなものって本当に昔からあるけど、それは一部の人がみんなになんていうのか言うみたいな仕組みだったよね。シャーマンとかだったりとかもそうなんだけど、その人が受け取ってその人が話すから、その人自身も神格化されていて、みんなはその人をまあなんか受話器みたいにして受け取るから、みんながダイレクトにつながるっていう感じではないよね。村とかその場所とかコミュニティに一人こういうなんかお告げをするみたいな人がいて、その人たちから、その人からしか、受け取らないっていうやり方だったけど、そうじゃなくてもうそれぞれが自分で受け取っていく時代になってくると思います。だから私がクラスをやっていたりとかリーディングしてることもそうだし、私なんかがリーディングするような時代になってるってことだよね。このこと自体がなんかこの時代をすごい表してると思っていて、みんなが誰でもなんかお金があるとか地位があるとか有名な人とか、ものすごいなんていうのかな、サイキック能力があるっていうことと全く関係なしに、誰でも誰でもつながれるってことを思い出していくっていう時代になってるっていうことが一つで、もう一つはそのさっき言った権威の話で、要は今までは一人のすごい人が伝えていたから、この人がすごいとか、まあ神様がすごいとか、そういうふうに自分より上のものを作り続けていた時代だったんだけど、みんなそれぞれが、私の中に宇宙があって、私自身が神であって、で、なんていうのか、私が世界を作っているっていう意識を持っていくことが、その持っていくっていうことがとっても大事だと思ってるんですよね。で、権威っていうのは、すごく誰もが通る大事な道で、赤ちゃん、みんな生まれてきて赤ちゃんの時は権威はお母さんとお父さんですよね。で、権威がいないと権威がいるからこそ守ってもらって健康に育ってきたわけだから、まずそれがあるっていうことは、私たちの、
成長のプロセスでとっても大事なことだと思います。でそれをだんだんまあなんていうのかな、成人していくに向けて権威を本人に戻していくっていうのがすごく健全な成長と学びのプロセスだと思うんだけど、まあそれがうまくいっていなくて、今まだに権威を母親に預けたままだったり、まあ上司に預けていたりとか、自分の旦那さんだったりパートナーだったりっていうことがまあいろいろみんなこじれて起きてはいると思うんですよね。でそんな時に私たちがリーディングとか占いとかセッションをする人たちが受ける側、クライアントさん側の権威を預けて、一時的に預けてもらって本人に戻すっていう仕事をしてると思っています。だからそれを分かってないでやると、一歩間違えると洗脳するとか、なんか占い師の人が洗脳してどうのっていうのちょっと前にあったと思うんですけど、まあ、要はそれもそこの扱い方がお互い分かってなくて起きてることだと思うんだよね。見える人が例えばあなた過去世でこうだったわね、大変だったでしょとかって言ったり、勝手にする、もうこれ超スピリチュアルハラスメントだけど、そういうことした時に、あ、この人は私のこと見えるんだとか、私の未来が分かるんだとか、この人に何でも聞けばいいんだってなった時に、自分の感覚を信じるってよりも他人を信じることにしかならなくて、まあそこにお金をずっと払い続けるっていうすごく不健康な関係性っていうのは今までたくさんあっただろうし、なんていうのかな、いっぱいあったと思うんだよね、そういうこと。でもそういうパターンとそういうシステムからもう本当に抜けていかないといけないし、そんなことを繰り返している場合じゃないと思うんだよね。だからその私がすごく大事にしていることは、何かなんていうのかな、その受けてくれてるクライアントさんの権威をその人自身に戻していくにはどういうセッションがいいかっていうことはいつもすごく考えています。だし私もそういうアプローチでセッションしてくれる人のところにしか行かないかな。でまあ本当にいろんな人がいるから、で私はそれを大事にしてるっていうことであって、そうじゃないやり方をしている人もいっぱいいるし、でそうじゃないやり方ですごくうまくいっているやり方も知ってるから、これが正しいとも思ってないし、本当に一概には言えないんだけど、でもやっぱりみんなが自分に、なんていうのかな、エンパワーメントしていく、自分の力を自分 に戻していくっていうプロセスはもう本当にみんなとっても大事なプロセスだと思ってるんですよね。だから私がやってるクラスも、まあ、コンサルみたいなことも全部そこがベースになってます。で例えば最初はお母さんとか、パートナーとか先生とか上司みたいなものに権威を預けていたところから自分に戻していくっていうプロセスはうまくいくかもしれないんだけど、スピリチュアルなことを興味を持つと大体みんな今度スピリチュアリティみたいなものに権威を渡していくっていうパターンがあって、要はそれはなんか天使とかチャネラーだったり、その宇宙人とか、何竜とか、神社の神様とか、宇宙っていう漠然としたものだったり、なんかエネルギーとかっていう、もうさすっごい漠然として何を指してるかわからないような言葉に権威を分け渡しちゃうってすごくあるあるのパターンで、まあ、そういうのがなんていうのかな、スピリチュアルラットゲームを生んでいくんだけど、スピリチュアルラットゲームってなんていうのかな、例えば自分が何か課題が起きた時に竜のお告げがこうですとか、天使はこう言っていますとか、カードはこう言っていますということを追いかけて続けていて、結局自分はどうしたいかとか、自分にとっての真実っていうことがなんていうのかな、分からないようなセッションばっかり受けちゃうと、もうそういうループに入っていっちゃうと思うんだよね。でもちろんそれはセッションする側のやっぱ意図とアプローチがすごく大事だと思うから、その竜のお告げとか天使のチャネリングをするっていうこと自体は全く悪いことじゃなくて、それを伝えて そこからどうやって行動してもらうかとか、それを受け取ってどういうふうに扱っていけばいいかっていうところまで話せる人だったら問題ないんじゃないかなと思います。で実際私もそういうセッションを受けたことあって、それがすごく役に立つこともあるし、なんていうのかな、自分の人生の運びをポポポポンって進めてくれるっていうことはたくさんあるから、すごくいいと思うんだけど、大事なことは自分
なんていうのかな、自分が全部主導権をちゃんと取っていくっていうことをなんか分かっていくってことだと思うんですよね。だからさっきのなんか天使とかあれな宇宙とかもそうなんだけど、なんかそういう大きな宇宙の流れみたいなものとか、魂みたいなものとか、そのなんか青写真とかいろんな言い方をするけど、そういうものすらも自分が抱えて私が決めるっていう感じが一番なんか健康的なかなと思います。じゃないとなんか自分でリーディングしてそれに惑わされちゃってもう分かんないみたいになっちゃって、結局いい悪いとか正しい正しくないがある世界のまま居続けるより、天使が言っててもリーディングコードも知ったこっちゃないけど私はこっちがいいんだよねっていうスタンスの方がめっちゃ楽じゃない。そうするとなんか漠然としたなんか宇宙の真実みたいなものを追いかけなくていいし、あの疲れないし、まあ人間は本来そうであっていいんじゃないかなと思っています。だからスピリチュアリティに目覚めていくと同時に、ものすごくなんていうのかな、グラウンディングしてくるというか、自分自身に戻っていくし、本来そういう目覚めってそういうことだと思ってるんですよね。でそうすると何があっても私が決める、私の人生の主導権は常に私にある、魂にもないし、宇宙みたいなものにもないし、スピリットガイドにもないし、私にあるっていう力強さを持っていくのと同時に、持っていけば持っていくほどやっぱね、なんか自分が決めたこと以上の大きい流れってやっぱりすごくあるなと思っていて、そういうなんか自分が決めるんだけれども、決めさせられてるような、決めてるような、自分が曖昧になっていくような感覚がどんどん強くなっていて、そこにやっぱりなんかこの自分の魂の大きな流れとか時代の大きな流れ、例えばさ、そのコロナで影響を受けるみたいなことだって自分はコントロールできないことだったじゃない。そういう流れってたくさんあると思うんだよね。自分が意図できない、予測もできない、何かこう選んで変えられないようなことってやっぱりたくさんあって、そういう大きい流れと自分の日々の選択がこうなんかこう一緒に現実を作っているっていう感覚になってくると、いつも全部決めなきゃいけないわけじゃなくて、決めてるような、決めてないような、決めさせられてるような、でも私はこれがしたいっていう、なんかなんていうの、この自分っていう感覚がすごく薄くなってるような、そして同時に力強くなっているようなみたいな感じになるんだけど、なんか伝わってるといいな。なんか私っていうのがこの肉体を持っている存在だけじゃない感覚がすごく強くなってきて、でも私はこれを選んでいるっていうチョイスしてる感覚もあるし、それがなんかチョイスしてるような感覚みたいなものもなんかどんどん薄まってて、あ、私はこれをやるんだなとか、あ、この流れが来たんだな、じゃあこれに乗るんだなとか、あ、私は次にここに行くんだなみたいな、なんかそういうこうなんていうのかな、あの決めるとかなんかどうのっていう力強いものみたいなものもだんだんなんかこうリラックスしてきて、なんか波に乗っている。でそれが私とか私じゃないとか、なんか宇宙とか宇宙じゃないとか、魂とか肉体とかっていうものがなんかこう全部揺れていって自分の人生を作っているっていう感じになんかなってくるなと思ってるんですけど、はい、そんな感じですこれ質問の答えになってるかな、なってるといいんだけど、まあでもそのアカシックリーディングの使い方とか、これからの時代はとても大事になってくるのは、その権威を自分に戻してくれるようなセッションをするっていうことだし、それぞれの人がそれをやっていくっていうことはすごく大事だと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じ、面白い質問ありがとうございました。また配信します。バイバーイ。